自分の車を買うってなるとやっぱ愛着が欲しいので、自分の好きな顔っていうのはやっぱり大事だなって思うのと、乗り心地とかずっと乗ってても乗りやすい車っていうのは選びたいな。梅本まどかです。元 SKE48 のメンバーで今はタレントとして活動しています。ツーリングとあとモータースポーツの観戦がすごく好きで、今はラリーにコドライバーとして参戦しています。運転はあまり得意ではないですけど、でも長距離乗るのがすごく好きです。そうですね、A1 スポーツバッグに初めて乗って、最初こう見た目とこう座った感じが全然違って、やっぱりちょっとスポーティーな車なのでちょっと速すぎて乗り心地が悪いのかなっていう印象だったんですけど、こう座ってまず見た時にもう視界もすごくいいし座り心地も良くて、えみたいな、なんだこの車は、どういうことなんだろう、かっこいいなって、やっぱスポーティーだなってすごく思ったのと同時に、でもやっぱ外車ならではのこの丸みのすごい可愛さとかっこよさが合わさってるなっていう。インテリアはコンパクトカーだけどなんか高級感っていうのはやっぱりあって、いろんなところにちゃんとデザインの工夫がされてるなっていうのはさすがだなっていう風に思ったのと、やっぱ結構座ってコンパクトカーってやっぱちょっと狭いかなって思ったんですけど、すごい広々とできて自分に馴染みやすいところにいろんなものがあって、居やすさとでもこう運転に向けてこう走りやすそうな使い勝手がいいところに全てあるので、走るのが楽しみになるような感じもしました。いやでも私はあのメーターにナビが映るものを見たことがなかったので、最初本当に驚いて、で使い勝手もいいんでなんて便利なんだって思いました。乗り心地はでもやっぱちょっとスポーティーだったので最初は不安だったんですけど、でも乗ってみるとなんか街乗りとか渋滞でもすごく走りやすくて快適でした。でも高速でやっぱ走ってみても全然パワーがあってもう十分すぎるかなってぐらい、どこ走っても気持ちよく走れるなっていうのは。ワインディングでダイナミックモードを試したんですけど、やっぱエンジンもステアリングもちょっと変わってこうスポーツカーっぽい感じっていうのが体感できて、ついついそういうのが楽しくなっちゃってもっともっと走りたいなっていう感じがしちゃいました。やっぱり A1 スポーツバッグはやっぱコンパクトだけどやっぱり高級感もあってすごい小さな高級車だなっていうのをすごく感じました。そうですね、私はよくバイクで名古屋東京間を走ったりとかもう九州とかにも行ったりするんですけど、この A1 スポーツバッグでもそういう長距離を走ってみたいなって思うような車でした。